スラスラスラースエチャンネルです。皆さん大変お待たせいたしました。今日からグルメ動画の方では JR 東日本パスで行く盛岡&秋田の旅ね、お届けしていきたいと思います。今回はね、この初日の盛岡の様子をお届けしたいと思います。といってもね、ちょっとこれ午前中ね、いろいろバタバタしてしまいまして、なんと出発が午後になってしまいました。でしかもはやぶさ号が取れなくて、遅い遅いやまびこ号で行ってしまったので、もう盛岡の近くまで来た時はこんな夕日の景色になってしまいました、ということでね、今回は夜ご飯に焼肉2軒回りたいと思っております。1軒目はちゃんと予約してあって、でもう1軒目は並べば入れるって感じのお店になっております。さあ新幹線やっと盛岡に着きました。上野から盛岡まで3時間以上かかりましたいやいや長旅でしたね。でもじっくりこういう途中の景色見れるの面白かったですね。郡山とか磐梯山とかじっくり見れたの面白かったです。前回の盛岡旅はね、鉄板焼きだけ食べて終わってしまったんですけどもね、今回もうちょっと堪能していけるっていうことで、まあ盛岡の駅前がね、まずこんな感じになっています。で最初に目指すお店が、駅的には山田線って電車に乗って上盛岡ってところで降りた方が近いとなっております。せっかくねフリーパスあるわけですから、山田線に乗ってみたいなと思います。山田線は盛岡から三陸にある宮古って都市を結ぶ路線でございます。宮古島と同じ宮古ね、全然南国ではないんですけども非常に山がちな区間を突き抜けていきます。しかも並行してなぜか路線バスがあったりします。よって本数は非常に少ないし、車両を見ていただければわかるんですけども、なんと1両しかありません。東京の都電でも2両あるっていうのにね、1両っていうのはなかなか、でも可愛らしいですね。なんかこんな感じになっております。これはね、よく田舎の路線でありますけども、なんか運転手との距離が近く感じるシステムになっております。長丁場になりますので、ちゃんとおトイレもね完備されております。あんま綺麗そうではないですが、途中で座ボタンを押してお降りください。次は上盛岡に停車いたします。さあ上盛岡駅に着きましたので歩いていきましょう。約1キロ強の道のりでございます。ターミナル駅盛岡から1駅離れただけでもう無人駅になっております。ただこれ見ていただいて分かるように、結構な住宅街になっておりますので利用客は多いです。車掌さんが降りて一人一人の切符をチェックするシステムになっております。この旅をしたのが3月の頭ですね。東北はまだちょこちょこ雪の降る時期であります。だから皆さんね、丁寧に雪かきしてね、ちゃんと道を開けてくれておりますよ。感謝しなければなりません。そして今この道をしばらくまっすぐ行きまして、でここで右に曲がります。ちょっとねこの辺くねくねしますので気をつけてみてください。これをまたしばらくまっすぐ行くとこの角に当たりますので、ここを右に曲がればもう見えてきましたね。昔懐かしい感じの焼肉屋さん、瀬川さんでございます。基本予約でいっぱいになってしまうので予約は必須です。ちょっと面白いシステムとして、たまにですけども店内あえて暗くすることによって、あれやってないんじゃないかって雰囲気を醸し出して、予約してない人が入れないようなシステムにしてるらしいです。京都で修行した焼肉屋さんなので、盛岡冷麺をここで食べることはできません。あしからず。キンキンに冷えたビールに合わせお通しとしてキャベツとホルモンの煮込みがちょっと、ガスロースターで焼くタイプの焼肉てか、上に何を乗っけてるんですかね。今回まずは盛り合わせで注文、塩焼きの中皿です。いろんな種類載ってますね。左から時回りに牛タン、レバー、これはハラミかな、ロースかな、なんかよくわかんない。真ん中には丸腸と千枚。タレはレモン汁とおろしポン酢なんですけども、実はさっきロースターの上に乗っていたあれ塩なんですね。このお店独特の食べ方として、ロースターの縁に塩を盛りまして、その塩をつけていただくっていうね、もう肉本来の旨味を楽しむシステムになっております。せっかくなのでね、タレの方もいただきたいと思って単品でハラミをチョイスしました。
こちらには焼肉のタレと大根おろしがついてきますので、さっぱり食べたい方はおろしをつけていただきましょう。ちなみにこのお店、カルビはありません。またステーキが有名なんですけども、 300g からのオーダーなので一人で頼むのはちょっと厳しいかなと思います。それでは参りましょう。焼肉瀬川さんの査定は、A ランク71点。はい、お見事でございました。焼肉百名店ちょっと苦戦しがちなんて話あったんですけども、東京はね、ちょっと苦戦しがちですが、イーストの方は結構頑張ってくれておりますね。焼肉はもしかしたら地方に行った方が美味しいのかもしれません。じゃあとりあえずこの瀬川さんの評価ね、聞いてみましょう。せー。まあ、焼肉って大体なんか大人数で行って、でいろんな皿頼んでちょこちょこずつつまんで食べるもんっていうね印象が強いかなと思うんですけども、この焼肉屋さんはお一人様にめちゃくちゃ優しい焼肉屋さんだと思います。まあ、雰囲気的にはすごく昭和の焼肉屋さんでね、ガスロースターって感じで宴会で来るようなところかなと思うんですけども、でもちゃんと一人でもいろんな種類のお肉を楽しめるように中皿っていうのが用意されているんですよね。普通だったらなんか一人で行ったらもうカルビとロースとハラミでも欲張りすぎかなってね、いろんな種類食べたいけどこれくらいで食べるのが限界ですってなってしまうところを中皿で、7、8種類くらいね、盛り付けてくれてるところがやっぱ素晴らしいなと思いました。ちょこちょこずつ食べられて、でこの塩焼きの中皿が2800円、お安いです。これ正直、お買い得ですね。はい。まあ味付けは結構強めだと思うんですが、お肉の味を殺してはいないかなっていうところですね。一人でペロッといけてしまう。でそこまであの肉が大ぶりじゃないのでね、多分ペロッといけるのかなと思います。で特に良かったなと思うお肉はレバー。レバーが、まあ、臭みって普通あるもんだと思うんだけども、ないんですよね。とろってして、そこからなんかそのレバーの旨味を旨味。臭みじゃなくて旨味です。それがしっかり感じられる。まあ、レバーは臭いからいいんだっていう人にとってはちょっと物足りないかもしれないけど、そういう人を除けば、レバー嫌いな人であっても、楽しめる、やつになっているかなと思います。で、その他牛タンと、ちょっと、なんかよくわかんないハラミっぽいやつと、で、あと、まあ、丸腸あたりはね、お肉の味をしっかり感じることができる、優れた商品です。で、千枚も、おろし醤油につけて食べると、味が保管されて、食感とともに、楽しめる、ね、おつまみとしていい感じになります。まあ、ちょっともったいないなと思ったのは、その左下のお肉。それぞれどの部位か説明されてないからわかんないんだけども、これはちょっとコリコリしたお肉なんですね。コリコリ感は楽しめるんだけども、味っていう面では、まあ、塩漬けの味でもないし、お肉の味っていうのもないし、結局はなんか食感を楽しむだけになっちゃってるっていうのは少し寂しいかなと思ったのと、あと、右下にあります、この薄いね、ロースみたいなサシの入ったお肉ですね。これ薄いんですよ。薄くて細切れなんですよ。ロースターに置いたら、もう多分5秒もしないうちに、火が入って、裏返したらもう2、3秒でいいなって、なってしまうようなお肉。で、食べてみたら、まあ、すぐなくなっちゃいますね。なんかすぐなくなるっていうのがすごくいいように皆さん捉える可能性もあるかもしれないですが、やっぱ肉を味わいたいって身としては、これはちょっと貧相すぎるなと思ってしまったので、なんなら1枚肉で出してくれた方がいいかな。一発勝負でドカンといった方が僕はいいかなと思いました。であとね、追加で頼んだタレのハラミですね。普通さ、タレって焼くとタレにつけた意味をってなるんですよ。そのタレの味とは全部飛んじゃうところを、タレの味しっかり残っているから、だから焼いてその後また別にタレをつける必要ない、十分それで美味しいと思えるお肉でございました。でこのハラミ自体も結構柔らかくて、で大根おろしをつけることによって脂っこさが丸くなって、ちょっと満腹かなと思ったところでもまだまだ全然食べられるなっていうね、このハラミは素晴らしい、味付けも含めてすごい素晴らしいなと思いました。であと、まあ、昭和の焼肉屋さんっぽいところがあって、一つね、気になるところとしては、直箸なんです、全部。だから、生の肉を取る箸と、食べる箸っていうのは、基本的には分けない。まあ、もちろん言えば、別の箸とか食えるかもしれないけど、トングとか食えるかもしれないんだけども、なんかちょっと雰囲気的に頼みづらいなっていうところはありまして、まあね、これで、その結果食中毒起きてこの店、ダメみたいな感じになってしまうと、ちょっとね、心苦しい。
くらい美味しかったんで、やっぱちょっと別に箸とかトングは用意してほしいかなとは思いました。まあでもお肉の質とか、一人でもいろんな種類のお肉を食べられるっていうところは良、かったと思いますのでね、ぜひ皆さん行ってほしいなと思いました。さあ盛岡駅方面に戻りましょう。途中この焼き冷麺とか気になるのを見かけましたが、ちゃんとした冷麺この後食べますのでここは我慢。盛岡の日曜日はすんごくひっそりしています。盛岡って何もない街だよねなんていう会話が聞こえてきました。確かに派手な名所っていうのはないですよね。さっきの画像なんですけども、盛岡の駅の近くにね、今回目指すお店があります。もう看板見えてますね。この看板のお店に行きたいと思います。清楼閣さんでございます。行列必至の焼肉屋さん、焼肉屋さんって言うべきなんですかね。どちらかというとここは冷麺を求めに来る人が多い感じです。ピークタイムだと20組30組くらいの街になりますが、そこちょっと外せばね、もう少し街は軽減されるかなと思います。焼肉は食べない、冷麺だけ食べるっていう人であればカウンター席に入ることもできます。でも焼肉百名店なのでまずは焼肉を、さっきなかったカルビをね行きたいと思います。焼肉食べ終わる頃になると盛岡冷麺がやってきました。わんこそば、じゃじゃ麺と並ぶ盛岡三大麺料理の一つ。特徴は透き通った太い麺でございます。それでは参りましょう。清楼閣さんの査定は、A ランク70点。お見事。盛岡冷麺もね、多分認められたってことになるかなと思います。あ、また盛岡、まあどうなんでしょうかね。ちょっと聞いてみましょう。せー。まあ、全然瀬川とベクトルの違う焼肉とね、まあ冷麺って感じでございましたけども、まあどうベクトルが違うかっていうのを解説させていただくと、まあ瀬川さんは本当にそのお肉のいろんな部位を楽しめるっていうところと、まあお肉本来の味っていうところを活かしてるかなっていう感じだったのに対して、もう清楼閣のカルビを見ていただければわかると思うんですけど、結構味付け濃いんですよね。濃いめの味付け、まあなんかよくスーパーとかでね、いろいろぐちゃぐちゃに、ぐちゃぐちゃって言い方なんかすげえマイナスに聞こえるかもしれないんだけども、ちょっとバッチリ味付けが決まっているっていうところはいいんですよ。いいんですよ。めちゃくちゃいいんですよ。ピーマンとかちょっとニョロって入ってるのもいいんですよね。まあちょっとタレをつけて、これはご飯が進むっていう感じになる。まあご飯頼んでないんですけども。まあこんな感じでカルビいいんじゃないかなと思った後に、この冷麺でございますね。盛岡冷麺の大きな特徴として、韓国の冷麺と違うところとしては、麺が太いところなんですね。麺が太くてもちもちしてるんですよ。すごいもちもちとしてるのを感じられます。の透明感ちょっとあったりしてね、なんか面白いなと思うんですけども、麺が太いと味が絡まないんじゃないかっていう懸念が出てくる。でも大丈夫ですね。ちゃんとその汁の味っていうのが決まっておりまして、辛さだけじゃないんですよね。ちゃんとその麺に絡むようにうまくできているのかなと思います。まあ逆に麺がちゃんとその絡む、スープが絡むような仕組みになっているのかもしれないけど、脇役で入ってるお野菜、特にキャベツなんかがちゃんとキムチみたいな感じにつけてるなっていう感じがしまして、すごく味が決まっているっていうところが大きいかなと思います。まあただちょっともったいないなと思ったのは、まあ盛岡冷麺の特徴として果物乗ってるんですよね。何かしら。その時の旬の果物で梨が乗ってたんですよ。まあ、まず旬的には梨じゃなくてリンゴなんじゃないかなと思ったんだけども、だからね、これ梨が甘くない梨で、結局そういうキムチみたいに浸かるので普通に野菜になっちゃってる。でもなんか野菜としてのアイデンティティは梨を持っていないので、結局なんか頭が受け付けない感じになってしまったんですね。もうちょっと甘い梨で、その梨のアイデンティティがありつつの辛いだとめっちゃ面白いんじゃないかなと、僕の頭のコンピューターを弾き出しております。はい。まあでも全体この盛岡冷麺っていうのは、そのご当地の B 級グルメだ、そんな食べたとこうまいもんじゃないみたいなひねくれた考え方は持たなくていいと、ぜひこのお店の盛岡冷麺は食べていただきたいなという感じには思いましたね。はい。まあ、あと、
焼肉もうちょっとフルラインナップでいったらどうなのかなと。意外と高いんでね、牛タンが2800円で4枚だから、これが本当に美味しければもうちょっと点数は上がると思いますし、もしかしたら逆に下がるかもしれないんですけども、まあでも盛岡に来たらこのお店に行くっていうのは間違いないんじゃないかなと思いますね。北上川に架かる海運橋のライトアップをご覧いただきながらエンディングでございます。今回ね、この盛岡秋田旅まだ続いていくんですけども、それをモチーフにした小説をね、また例によって食べログで書いております。僕をモチーフにしたタテルっていう主人公と日向坂の影ちゃんみたいな感じのヒロイン、なんかすごい妄想なんですけども、まあこんな僕の妄想付き合ってくれるよっていう方、ぜひ概要欄からね、リンク貼ってありますので飛んでいただければなと思います。そして高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。次回秋田編もお楽しみに。バイバイ。